どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、観測史上最大級のブラックホールを新発見というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。イギリスのダラム大学の研究チームは、2023年3月29日、地球から約27億光年彼方の銀河団、ハベル1201の中心部にある巨大な楕円銀河、ハベル 1201BCG にて、太陽の約327億倍もの質量を持つ、観測史上最大級のブラックホールを発見したと発表しました。また、ブラックホールの特定方法もこれまでにない特殊なものでした。今回はそんな話題について解説していきたいと思います。ブラックホール観測の難しさ。ブラックホールは一般的に太陽の30倍より重い超大質量の恒星が一生を終える際、星の核が自身の重力によって中心の一点に向かって際限なく押しつぶされることで形成されると考えられています。ブラックホールの中心にあり、ブラックホールの全質量がそこに集中していると考えられている体積ゼロの一点は特異点というふうに呼ばれています。そんな特異点の周りでは重力が極めて強く、そこから脱出するために必要な速度、脱出速度が光速を超えてしまっています。ですが、特異点から離れるほど重力が弱まり、脱出速度が光速と等しくなる境界面が事象の地平面というふうに呼ばれています。ブラックホールの事象の地平面の内部領域や特異点で何が起こっているのかは本当に気になるところですが、残念ながら現在の枠組みではそれらを知ることは永遠にできそうもありません。なぜならこの宇宙で物質が出せる速度には光速という上限があるためです。これは観測から得られた明確な事実であり、アインシュタインの相対性理論もこの光速度が不変であるという事実をもとに成り立つ理論となります。光速が不変である以上、脱出速度が光速度を上回るほど重力が強くなっている事象の地平面の内部に一度でも入ると、そこからはあらゆる物質も光も情報も出てくることはありません。なので、ブラックホールの内部は完全に一方通行の世界です。このような理由から、ブラックホール本体、つまり事象の地平面以内から光が放たれることはありません。そのため、そういった光を観測して、ブラックホールの存在を明らかにすることもできません。ブラックホール本体は光を放ちませんが、ブラックホール周囲に形成される、膠着円盤や宇宙ジェットという構造が、非常に高温のために、強力な X 線やガンマ線を放っているため、これらを観測することができます。膠着円盤は、ブラックホールの周囲にガスなどの物質が存在するとき、それらを強力な重力で自身の周囲を超高速で公転させ、発生した摩擦熱によってまばゆく輝くために形成される円盤状の構造です。また、宇宙ジェットは、膠着円盤を構成する物質が円盤から事象の地平面の内部に入る前に、ブラックホールの両端に伝わっていき、亜光速で宇宙空間へと放たれる現象です。このように、ブラックホール観測の手がかりとなる、膠着円盤や宇宙ジェットといった構造は、ブラックホールの周囲に大量の物質がないと形成されません。そのため、周囲に物質があまり存在しない場所にあるブラックホールは、地球から観測することが極めて難しいのです。太陽の300億倍以上重いブラックホールを新発見。では、今回の本題です。イギリスのダラム大学の研究チームは、2023年3月29日、地球から約27億光年彼方の銀河団、ハベル1201の中心部にある巨大な楕円銀河、ハベル 1201BCG にて、太陽の約327億倍もの質量を持つ、
観測史上最大級のブラックホールを発見したと発表しました。アベル 1201BCG の BCG とは、ブライテストクラスターギャラクシーの略で、その銀河団内で最も明るい銀河という意味となります。そこで発見された最新のブラックホールは、以下今回のブラックホールと呼ばせていただきます。今回のブラックホールは、強力な硬着円盤やジェットなどといった明るい周囲の構造を持っておらず、そこから放たれる光でそのブラックホールの存在を明らかにすることが困難です。そこで研究チームは、重力レンズ効果を用いてブラックホールの質量を測定することにしました。重力レンズ効果とは、特に質量が大きい天体の周囲の空間が強大な重力によって歪められている影響で、その天体の背後にある天体から地球にやってきた光が歪んで見えたり、通常よりも明るく見えたりする現象です。重力レンズ効果が起きると、本来地球に届かなかった光まで進路が歪められて地球に届くようになるので、本来よりも多くの光が届き、背後の光源の天体はより明るく見えます。こちらは地球から約27億光年彼方にあるアベル 1201BCG 以下 BCG の実写画像ですが、その周囲に何やら弧を描いた天体が映り込んでいます。これは実は BCG の背後にある銀河の姿です。背後にある銀河は本来 BCG に隠れてその姿が見えないはずですが、 BCG の強大な重力により背後の天体から放たれた光の進路が歪められ、このように BCG の周囲を弧を描いたように存在しているように見えます。このような強力な重力レンズ効果を引き起こしていることから、BCG には巨大なブラックホールが潜んでいると考えられていましたが、その正確な質量までは明らかになっていませんでした。そこで今回研究チームは、コンピュータシミュレーションで BCG のブラックホールの質量を変化させた場合、背後の天体の姿が地球からどのように見えるのかを検証しました。実際の観測結果と一致するまでに、実に数十万回ものシミュレーションを行ったそうです。その結果、 BCG には太陽の327億倍の質量を持つ超巨大なブラックホールが存在していた場合、実際の観測結果と一致すると判明しました。この質量は観測史上でもトップ10に入るぐらい非常に巨大なものとなります。ちなみに今回のブラックホールを太陽系に召喚してきた場合、はい、このように、まあ、これが海王星の公転軌道で、基地の天体がまあこういった公転軌道を描いてるんですけど、まあ、それをすべて、この事象の底面の中で飲み込んでしまうぐらい、非常に巨大なものとなっています。ちなみに観測史上最大のブラックホールは太陽の1000億倍の質量を持つと推定されています。そんなブラックホールについては関連動画で詳細を解説しているので、本動画の終了画面や概要欄から合わせてご覧ください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルでは、こういった宇宙分野の動画を普段から投稿しているので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは、中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。